写真拡大。広島2から1巨人、13日、マツダスタジアム。中軸の一角を担う責任をバットで示した。広島、松山、竜兵外野手、33が4試合連続タイムリーとなる先制打を放ち、チームに貢献。3打数2安打で7月30日、巨人戦以来の複数安打と、後半戦、5番、左翼に固定される男が躍動した。0-0の2回だった。先頭の4番、鈴木が抽選打で出塁し、無視1塁。2ボール1ストライクからメルセデスの141キロ外角高め直球を弾き返し、右中間を破る敵陣二塁打とした。しっかりと上から叩くことができました。先制点につながってよかったです。7回石で全打を放つとダイソーを送られ、お役御免となった。開幕からの不調もあり、前半戦105打数20安打で打率190だったが、後半戦はこれで82打数25安打、打率305。最近は自分の打撃ができていると一定の手応えを持つ。それでも試合前練習では体のキレを落とさないように連続ティーを取り入れるなど、自ら追い込み好結果を残している。打点にこだわりを持つだけに、勝負強さを発揮し続けているのは頼もしい限り。前半戦の結果に対する悔しさはまだまだ晴らせていない。恋のアンパンマンはバットで持ち味を発揮していく。